はいどうも、古亀です。今回からですね、ちょっと、まだ1回もやったことない、まだやったことないっていうか、まだ動画にしたことないゲームを、今回から少しずつやっていこうかなと思います。はい、まず第1発目はひなこい。はい、これ日向坂46のゲームなんですけど、10月終わりとか11月ぐらいから、リリースされたゲームなんですけど、はい、そこからやってます。はい、なの で、まあ、今回はちょっとガチャをいきたいと思うんで、はい、やってきます。はい、はい、ということで、はい、これガチャ画面来ましたけど、はい、まあ、本来推しは僕松田ほのかなんですけど、今回は対象じゃありませんですけど、はい、せっかくなんで、まあ、そうですね、加藤志保さん引きたいんで、加藤氏狙いで引きたいと思います。はい、で出たらとりあえず1回終わろうかなと思います。はい、まずじゃあ引きます。これ何も出なかったんですけど、カバン持って走り出す瞬間、なんか後ろにサワーっていう、なんかサワサワサワみたいなのが出るんですけど、すごいなんかメガホンとか、いろんなのが付け出されてたら、星4が確定になってます。まあ、やってる人はわかると思う。ちょっとやばいっすね。星さん自体も全然出ないっすね。あ、星さん、ここになんかカーテンの揺らめきでもサワーっていうので出るんですけど、今のところ出てないっすね。全く出る気配がなく10連終わりました。はい、じゃ20連目何も出ないな。カバンのとこで結構ね、まず星3確定の時点でなんか出るんですけど、それも ですらしない。まあ、10連で星3確定なんですけど、とりあえず、なんかね、発言でちょっとやばいっすね。結構やばいっすね、これ。ここで、出ないな。同じのじゃん。さっきと一緒やん。これも、星さんかな。あ、これ、あれですね。新年の対象のキャラですね。はい、はい、しおちゃん、はい、であと10連引けるので引きます。結構やばいなこれ。そう、これのなんかカラフルになんかわーさーっていろんなメガホンとかなんかいろんな色のやつが出るんですけど、それが出ないですね。それは確定なんですけど、出ないですね。やっぱり怠けないっすよね。お、マナフィ、出ないですね。監督、今日は風が気持ちいいね。はい、来ました。はい、狙い来ましたね。はい、ありがとうございます。まあまあ
かぶってもね、全然嬉しいので、かぶると覚醒に使えるアイテムがもらえるんですよ、その子。なのでかぶっても全然ありはあり、うん、てかもうカードによってはかぶった方が嬉しいみたいなのもあるんで、はい、これね、これ狙いで引けたんですけど、はい。で覚醒才能開花するとまたいろんな絵がもらえるよ、もらえるよっていうか解放されるっていう感じです。でこの才能開花で必要なのはこれですね、このピース、それメンバーそれぞれのピースがもらえるんですけど、かぶったら、あとはクエストやっても、まあ、少しずつですけどもらえるんですけど、じゃあもう試しに一回やってみますよ、才能開花。はい、絵が変わりましたね、はい、これが星4だとこれ4回、はい、できますよっていうことです。はい、まあね、多分これ見られてる方、おそらくほとんどの方やられてると思うんですけど、ということで今回は以上になります。はい、ひなこいぜひやってみてください。はい、ありがとうございました。